はい、なんだっけ。ZS-042のモジュールを使った、ZS-042 の、リアルタイムクロックモジュールですね。こういう形をしておって、裏に、CR2032 のコイン電池が入ります。で、ピンは、6本。焦点が6本ありますが、使うのは4つだけです。SCLSDA で、I2C 通信をすること、それから VCC とグラウンドですね。これを使うだけです。で、まあ、使った様子なんですが、こんな感じで、よいしょ。まあ、シリアルモニターに、今日の日付と、時間っていうのをポイポイポイと取り出すことができます。はい。ということですね。はい、以上です。